か新鮮味のある依頼とかないか？一番コスパのいいやつで頼むぜ。やる気をアピールしてるだけなんだから別にいいだろ。もう長い付き合いなんだし。お二人は相変わらずお元気ですね。さすが冒険者協会の貴重な助っ人さんです。ちょうど緊急依頼があるのですが、ただ依頼人が提供できる報酬を考えるとコスパのいいものとは言えないかもしれません。真に受けるなって冗談だから。とりあえずどんな状況なのか説明してくれよ。簡単に申し上げると、依頼人は自らの劇団に所属している役者の欠員を埋めるためミュージカルの役者を探しているのです。しかし劇団の運営状況は芳しくなく、ギャラすら払えないそうで。確かにそれは無理難題だな。要するにそいつらは役者のボランティアを探してるってことだろ？はい、冒険者づてに多くの役者さんに依頼したのですが、手を差し伸べてくださる方は一人もいらっしゃいませんでした。公演日はどんどん迫ってくるのに、チケットが見つからなければ延期せざるを得なくなるでしょう。そしてそれはさらなる問題を呼び寄せ。事情は分かったぞ。どうする旅人、何か考えはあるか？手伝ってやりたいけど、オイラたちミュージカルなんかできないもんな。もし手伝いたいお気持ちがあるようでしたら、依頼人はそちらですから直接話を聞いて差し上げてください。舞台に上がって役者になることはできなくても、他に解決策はないかアイデアを出すくらいはできるかもしれませんよ。あいつだったのか。道理でしかめっ面をしてるわけだ。おう、そうだな、行こうぜ。こんにちは。ミュージカルの役者を探してるんだってな。おお、君たちのことは知ってるよ。まさか僕の依頼を受けてくれるのか？え、オイラたちもうボンテーヌに名を馳せちゃってるのか？でも残念だけど、オイラたちはミュージカルなんてできないんだ。お前が急いでるって聞いて一緒に解決策を考えようと思っただけだぞ。そうか。いや大丈夫だ。やっぱりギャラなしなんて空想の話に過ぎないよな。穴埋めができる適役が見つからなければ今回の公演は諦めるしかない。知らないかもしれないが、うちはさほど目覚ましい劇団じゃないんだ。いかにも場当たり的な寄せ集めの劇団でね、舞台や小道具も質素なものばかりで、観客が僕たちの芝居を見に来てくれただけで満足っていう感じなのさ。もし儲けることができてれば劇団だって解散には追い込まれなかったはずだ。解散？お前ら解散するのか？ああ、冒険者協会から聞いてなかったのか。実はこれが僕たちの最後の公演で、この公演が終わったらみんなそれぞれ別の道を歩み始める。だからこれが予定通り行われるっていうのは僕たちにとって特に重要なことなんだ。誰もいい加減なピリオドは打ちたくない。これまでずっと苦労して汗を流してきたんだからね。ああ、うちの主演女優は幼い頃から持病があって、発作を起こすと全身の力が抜けてしまうんだ。最後の公演に出ることはもはやできっこない。彼女が出演しなければミュージカルは色褪せてしまうだろう。でもせめて他のメンバーたちは円満に幕を引けるよう、僕は予定通りに開催したいと思ってる。なるほどな。そういうことならオイラたちも方法を考えてみようぜ。スポンサーとしてモラを代わりに出すとか。旅人、懐にまだ余裕はあるか？いやいや、とんでもない。そんな大きな借りを作るわけには。それに絶対返せる保証もないし。確かに
にそうだな。金目当てのやつを連れてきちゃったら共同でいろいろするのにも問題が多くなりそうだし、ここはやっぱり一番の敵役を探さないとな。あ、そうだ、あいつならいけるんじゃないか。ひひ、オイラたち心が通じ合ってるな。今ならあいつは暇を持て余してるはずだぜ。あいつ演技は得意だし人気者だったよな。ミュージカルへの出演なんてきっとちょちょいのちょいだろ。誰か思いついたのか、有名な人か。君、冗談だよな。冗談なんかじゃないぞ。あいつ実際に舞台に立ったことがあるかどうかは知らないけど、オイラの勘がこう言ってる。あいつなら絶対得意だってな。それは確かにその通りだが、フリーナ様は昔数々の王道演劇に出演なさってたからね。それはあの方の人気の一因でもある。でもたとえあの方が水神じゃなくなったことをみんなが知ってるとしても、やっぱり一般人に分類することはできない。なんたってフォンテーヌにはまだあの方のことをアイドルだと思っている人が数多くいる。僕だってそうさ。だからうちのような劇団はあの方にふさわしくない。でも、わかったよ。もしもフリーナ様が受け入れてくださるのなら、これ以上嬉しいことはないしね。劇団のみんなもきっと喜ぶと思う。うちのメンバーはみんなフリーナ様と共演したいって夢を持っているはずだからね。でもそれ以前にあの方が興味を示してくださるかどうか、ご自身の価値への影響をどう考えられるかが肝要だが。そこは心配しなくていいぞ。オイラたちが交渉すればわかることだしな。それに今のあいつは昔みたいに常に偉そうな姿勢を保つ必要はなくなったんだ。本当にありがとう、手伝ってくれて。僕はここで朗報を待ってるから頼んだよ。そういえばフリーナのやつ、前はあの豪奢なパレメルモニアに住んでたんだよな。どこに引っ越したんだ。それならあの方の今の住所を知っていますので教えて差し上げましょう。うわぁ、いつからそこにいたんだよ。解決の糸口が見出せたようでしたので、力になれることがないか見に来ました。依頼人を危機から救うのも私の仕事ですから。みんな本当に本当にありがとう。よし、住所も分かったことだし行ってくるぜ。ケチをつけるなら、まずは本人がそばにいないかどうか確かめてからの方がいいと思うよ。うわぁ、最近は突然現れるのが流行ってるのかよ。お前といい、キャサリンといい。僕はただの買い出しだけど、家にあったパスタを食べきってしまったから大袋をいくつか仕入れてきたんだ。前はもっといろんな食べ物の選択肢があったけど、今はこういうシンプルで伝統的な食べ物もなかなか美味しいと思っているよ。いや、全然。何種類かソースを用意して、まずは1週間トマトソースで食べる。次の1週間はミートソースで食べるんだ。
ごまかしてるようにしか聞こえないけど。ちょ、失礼だね君、僕の料理の腕を疑うなんて。どうせ外に出たところで何もすることはないし、一日中家にいるんだ。簡単なものを食べるようになってしまうのも仕方ないだろ。だいたいフォカロルスのためにしたって、ぷくぷくシュークリームにしたって、その気になればすぐマスターできるさ。これ見ろ、やっぱりまだできないんじゃないか。うえ、今だけだぞ、今だけだ。というか君たちは何しに来たんだ。まさか僕の落ちぶれた日常をただ見物に来たわけじゃないだろうな。先に言っておくけど、うちには誰も招待しないぞ。用事がないならさっさと帰れよ。もうごめんって、とりあえず落ち着いてくれよ。そうそう、旅人の言う通りだぞ。決してお前を笑ってるわけじゃないんだ。っておい、お前も散々言ってたくせに。僕にかい？今の僕は水人じゃないどころか、神の目すら持ち合わせていないんだ。そこを忘れるなよ。そうじゃなくて、その規模は大きくないけど、特殊な事情でお前の力が必要なんだ。おお、君たちの態度について指摘しようとも思ったが、そこまで言うなら、まあ水に流そうじゃないか。それで話してごらん、一体どんなことだい？なるほどね、冷やかしのためにわざわざ訪れたわけじゃないだろうとは思っていたけど、何しろ僕はかつてフォンテーヌで最も輝く大スターだったからね。舞台の上で行われるあらゆることに精通している。もちろんミュージカルもだ。だが今となっては謝罪の言葉を口にするほかない。出演は無理だ。今聞いた感じだとお前にとっては朝飯前じゃないのか。まあね、でも僕はもう舞台には立たないと決めたんだ。水神を演じるという役割はもうやめたけど、歳月の檻は簡単に消えるものじゃない。何百年もの時間があれば再び誰かを作り直すことはできるだろう。たとえ元の僕がそうじゃなかったとしても。もちろんこんなことを言ったってもう後の祭りだし、僕も今更これまでのキャラから抜け出すつもりはないよ。でも少なくともこれ以上他人を演じたくない。おいらもお前の気持ちは分かったぞ。でも一時的な代役なんだ。それもダメなのか？時間や量の問題じゃない。僕はこれを機にしっかり区切りをつけるべきだと思っている。決定そのものを覆すことができるのなら、それは最初から退路を確保していたようなものだろ。だったら花から決めない方がマシだ。だからこの件に議論の余地はない。そこまで言うのなら分かったぞ。でもそしたら劇団の方はどうすればいいんだ？このまま解散するしかないのか？フリーナ、誰か他の役者に心当たりないか？ないね。即答かよ。僕は人間関係をうまく維持できるような人間じゃないぞ。それにあいつらもきっと昔は僕に散々振り回されたと思ってるだろうし、今の僕はただの一般人だ。彼らに何か要求したりすればきっとこっぴどく嘲笑われるだろう。それはそうだけど、ギャラなしの出演なんて頭をペコペコ下げて頼むしか。いやいや、想像しただけで恥ずかしい。絶対にダメだ。じゃあ他に方法はないか？依頼人にとってはめちゃくちゃ重要な公演なんだ。僕の言ってることの意味をまだ理解していないのかい？
君たちの進む方向は最初から間違ってるよ。僕は手伝いたくないし、手伝えないんだ。わ、すまない、少し言い過ぎた。僕だって役に立ちたいさ。でも方法があったらとっくに教えてる。大丈夫だ、オイラもただもう一粘りしてみたかっただけで。はあ、劇団のやつらはきっとがっかりするだろうな。そうだな、そうするしかなさそうだ。じゃあオイラたちは行くぜ、フリーナ。うん、それじゃあ僕は帰ってゆっくり休む。戻るけど、どうして勝手に私の代役を探してるわけ？出演できないって私がいつ言った？君が口にしなくても僕たちは分かってる。もう長い付き合いなんだ。それにたとえ体が辛くても君は絶対に言わないだろう。つまりあなたは私の代わりに判断を下してくださるってわけね。お二人が離れてから間もなく、劇団の看板女優も冒険者協会にいらっしゃったんです。彼女はご自分の体調が公演に影響を及ぼすことはないと考えているようです。お邪魔してすみませんが、心のわだかまりはひとまず脇に置いておいていただけませんか？依頼を受けたまわった冒険者が戻りましたので。すまない、不測の事態が発生してね。そっちは順調か？フリーナに会ったけど、あいつを説得できなかった。個人的な事情があってこの公演に参加したくないみたいなんだ。そうか、今の状況から見ればそれも悪い知らせじゃないかもしれないな。肝心のメインキャストがまた舞台に立てるようになったんだ。オリジナルメンバーで演じられるなら当然それが一番理想的だからね。言われてみれば確かにな。絶対はちゃめちゃに怒って、オイラたちをこっぴどく叱りつけるよな。フリーナ様ってそんなに怖いお方だったの？ただの冗談だ、気にするなって。とにかくこの件は完璧に解決したってことだよな。依頼内容を達成できなかったから帰り道もずっと代案を考えてたんだぜ。ひひひ。まあこれ以上いさかいを続けても意味がないし、君がそういうのなら他の役者を探すのはやめよう。だがこれは最後のチャンスだぞ。もし体の方にまた何かあれば、今度こそ代役を探すのに間に合わなくなる。君はちゃんと舞台に立てるのか？最後の公演はみんなが注いできた心血の集大成なんだ。その重さをよく考えてくれ。もちろん、今回先生からいただいた特効薬はよく効くの。きっと公演の日まで耐えられるわ。私だって長年の劇団生活にきちんと別れを告げたいもの。土壇場で外されるなんて嫌よ。みんな劇団を家だと思ってるわ。もちろん私だって。はあ、すまない、今回は僕が焦りすぎてた。まずは君の許可を得ないといけなかったね。ひひ。仲直りできたならよかったぜ。公演はきっと大丈夫だ。え、どうかしたか？え、いや、僕は買い忘れたものがあったのを思い出したから
それでたまたま通りかかっただけさ。わかったわかった、自分で歩くからもう引っ張るなよ。その皆の衆、元気だったかい？君たちの会話が偶然聞こえてしまってね。フリーナ、お前帰って休むって言ってなかったか？どうしてこんなとこにいるんだ？それはやっぱりこっちの状況がちょっぴり心配になったんだ。そう、少しだけ。さっき君たちが僕を訪ねてくれた時、僕は自分の主張を表明しようとやや焦ってしまい、厳しめに返してしまった。事情もよく把握してなかったのに。それで後になってちょっと後ろめたい気持ちになったというか。すまなかった、パイモン。ひひっ、いいっていいって、全然気にしてなかったぞ。君ってやつは本当に一番答えにくい質問を選んでくるよね。あれだけ厳しく断っておきながらまだ気にしてたなんて、すっごく決まりが悪いだろ。さらに最悪なことに捕まってしまうだなんて。でも何にせよ問題はもう解決したように聞こえたけど。ええ、フリーナ様にお願いすると聞いて最初は本当にびっくりしましたよ。そんな僕たちなんかが本当に共演していいのかってね。そんな風に考える必要はないし、僕をそんな風に呼ぶ必要もない。フリーナでいいよ。さっきも思ったけど、劇団のことをそれほど大切に思っているならどうして解散しなければならないんだい？経済的な理由だけなら解決策はあるはずだ。例えばしばらく公演を中止してスポンサーを探すとか。みんな仲がいいなら力を合わせて困難を乗り越えればいいだろ。ああ、やむを得ないことでなければ私たちだって、誰もそんなことは望んでいませんから。団長がいなくなってからというもの、劇団は心の支えを失ったかのようになってしまい、どんどん状況は悪化していきました。団長のアレリーは劇団の創設者であり、連続少女失踪事件の被害者の一人でもあったんです。え？それも僕がこのお二人を知っていた理由です。君たちの努力のおかげでこの事件の真相は公になった。しかし残念ながら、罪人が叱るべき罰を受けたとしても団長が戻ることはありません。彼女はフリーナ様、フリーナさんの忠実な観客でした。あなたが見せたパフォーマンスがきっかけでミュージカルの道を歩んでいたんです。彼女は居場所を失った人や自らの志を実現できずうつうつとしていた人々を説得し、劇団に招き入れました。そして自ら台本を書き、自ら出演し、私たち一人一人を指導してくれました。あの頃は私たちの公演を好んで見てくれる人もたくさんいて、劇団もどんどん栄えていきました。しかしその後事件が起きた。ええ、それからというもの、劇団は完全に混乱状態に陥ってしまいました。僕たちは創作も経営も何一つできなかったんです。どんなに頑張っても苦労して築き上げたものは少しずつ崩れていくばかり。素敵な思い出がバラバラになっていくのを指をくわえて見ているくらいなら、ここで潔く終止符を打った方がいいのかもしれないと思いました。そうだったのか。まさか多くの被害者の中に才能にあふれた一般の芸術家がいたとは。最後の公演は君たちのカーテンコールであるだけでなく、彼女への最後の贈り物でもあるのだろう。ええ、その通りです。私たちはみんな彼女のことが恋しいんです。ついてきてよかった。君たちがそのように不幸な境遇にあったというなら、僕もこれ以上見て見ぬふりはできない。フリーナ、自分が定めた原則を破ると言っているわけじゃない。それにもう代役を探す必要はないからね。だが経験豊富な観客として
僕はパフォーマンスの面からちょっとしたアドバイスや手助けができるはずだ。当然、君たちに助けが必要かどうか、それ次第だけどね。もちろんです。フリーナさんにご指導いただけるなんて願ってもないことです。でもギャラはお支払いできませんが、それでも差し支えありませんか？そんなもの僕には必要ない。どうしても感謝の気持ちを示したいっていうなら、あの団長の物語をもっと教えてよ。歌劇場を離れて気づき始めたんだ。高いところにドーンと座ったままで見下ろすだけじゃ、偏ったものしか目には映らないってね。あくまで法が裁くのは罪だけで、感情を推し量ることはない。判決が有罪無罪の争いに決着をつけるというならば、当事者たちの溢れんばかりの感情は最終的にどこへ行き着くというんだろうか。面白い発想だね。だが僕は、感情はやがて人々の心に戻り、時間の経過とともに徐々によどんでいくものだと思う。彼らの団長への思いと同じようにね。これは僕がかつてこの目を通して見届けられなかったものだ。今はよく見ておきたい。お前ってやっぱり劇でしか聞かないようなセリフを言うのが好きなんだな。実はただの賑やかし好きなんだろう。これは昔とは違うぞ。はあ、まるで猫にモラだな。張り合いのない。猫じゃなくてパイモンだぞ。君はどうだい？たまには冒険の足を止めて物語を聞くのも悪くないと思わないかい？本当にありがとうございます。団長は昔からフリーナさんのパフォーマンスが本当に大好きでした。僕たち団員もみんなそうです。では僕たちの稽古場まで案内しましょう。狭いところですが、どうかついていらしてください。どうしてフリーナ様がここに？紹介するよ。フリーナ様、フリーナさんはこれから劇団の顧問として水の娘の公演に参加してくれることになった。それからこちらのお二人は僕たちのために橋渡しをしてくれて、フリーナさんを招いてくれた。みんなも顔は知ってるんじゃないかな。ああ、あの審判の。みんな知ってるぜ。もう見事だった。団長の仇を討ってくれて本当にありがとう。いやいや、今回オイラたちは興味本位でついてきただけだぞ。さっき言っていた水の娘というのは？それが私たちの最後の演劇なんです。団長の残した彼女が完成させられなかった作品です。それを舞台上で成功させられれば、私たちが抱える最大の心残りはすっかり晴らされるでしょう。待てよ、完成させられなかったってことは。そうなんだ。この夢を叶えるのは至難の業と言えるだろう。まずは水の娘がどんな物語かお話ししましょう。物語の主人公は幼い純粋精霊です。彼女は家族の忠告を無視して自らを人間の姿に変えました。人のように暮らすことを渇望し、
友情と愛情を順調に手に入れてゆき、すべてが円満のように見えました。しかしある日、正体がバレてしまい、事態は急変します。ここまではなかなかクラシックな展開だな。で、その後は？そこが私たちの直面している難題の一つで、団長はここまでしか書いていなかったんです。劇を披露するには結末を書かねばなりません。でも、具体的にどう続けていくか、意見の相違があって。そう。楽しい再会の日を迎えるといった結末にするべきか、それとも現実的な意味合いを含む悲劇にするべきか、なかなか決まらないんです。現実的な意味合い、それは団長が突然姿を消したことを言っているのかい？ええ、現実というものは芸術によって加工されたものよりもずっと不合理ですから。でも舞台を利用して私たちの苦しみをそのまま観客に伝える必要はあるのかと問われれば、それはまた別の話です。その通り。多くの人はただ気晴らしのために舞台を見るんです。舞台に立つ僕たちが彼らの気持ちを無視するわけにはいきません。それともう一つ、メインをやる二人の役者がまだ劇団に戻っていないんです。一人は主人公の恋人役を演じるポール。彼は暫定的な結末を作るために蟄居中だったんですが、約束した日時はとうに過ぎています。もう一人は重要な悪役を演じるビルマントです。けれど彼は団長が失踪して以来一度もフォンテーヌ邸に戻っていません。最後の公演に参加するって手紙だけは届いたんですが、今に至っても姿が見えなくて、一体何を考えているんだか。でもまあ、今回フリーナさんが手伝ってくれることになったわけだし、これを機に彼らを呼び戻せるかも。これを機に？お気づきでないかもしれませんが、あなたの名前は私たちにとって大きな影響力があるんです。団長はいつもあなたの名を口にしていました。僕たちにとっては本当に模範のような存在なんです。そう言われると何やら照れてしまうな。まあそういうのは嫌いじゃない。でも二人がなかなか帰ってこないのは、公演の進むべき方向がはっきりしていなかったからじゃないのかい？つまりはみんな多かれ少なかれ成功を疑っているんだ。今公演を阻むものは一つずつ取り除かれ始めた。そろそろ彼らを呼び戻す時だ。ええ、その通りです。それではまず一番大切な部分、ポールがどこまでかけたかを確認しましょう。彼は何日か前にポアソン町に帰ったんです。友人の家に泊まらせてもらえば心が落ち着くし、孤独に苛まれるのを避けられると言っていました。この前ポアソン町は災害に見舞われたでしょう。彼の友達も今は忙しいだろうし、そっとしておいてほしいんじゃないかと僕は思ってたんですが、実際は逆のようでした。そうだな、話し相手が必要だったのかも。ポア村長。いや、なんでもない。彼を元気づけるには僕が必要なんだろ。ならば行くとしよう。ポア村長へ。